おはようございます。ご騎士の三村智康です。昨日、中国の女子リーグ、えー、中村すみれさんが対局しているのが中継されていて、まあ、私はその、ちらちらと仕事の合間に見ていたんですが、残念ながら、ね、負けてしまいましたねで。自分は負けてしまったけども、チームはね、あの、2勝1敗で勝ったそうなんですけども、ちょっとね、うん、すみれちゃんとしては辛かったとは思います。この、まあ、この出来上がり、これが終局図なんですけど、 うん、これ、わかりますかね激戦の後が <laughs>、あの、わかると思いますが、最初からね、ちょっと見ていきましょう。うん、この相手のね、厚生4段というのはうと、ランキングで言うと、スネちゃんと同じぐらいですね。世界の女子のランキングで言うと、後世さんが37位で、スネさんがまあ39位とか、それぐらいの、まあ同じぐらいの位置にいる騎士なんですけども、5 0 0杯で、 上野浅見さんが大逆転で勝った子を紹介したかと思います。その時の人ですね。序盤が上手くてリードしていた印象があるので。で、これはすみれさんが黒です。大ゲーマ、大ゲーマという趣向を見せていますね。えー、挟んだ。これね、大ゲーマだと昔の感覚だとね、すぐ、すぐにでも散々に入りたくなるんですよね。これで決して白の評価値が下がるわけではないんですが、でも入りたがらないみんな。 いやさんだけですね、入っていくのは。だから何か、ちょっと、うん、事情が、私にはわからない事情があるんだと思います。すごい難しい返し技が潜んでいるとかね。うん、これでもまだ入らないで、付け、付け切りを選んだんですね。この辺どうなんだろう。うん。で、伸びた。で、伸びたんですけど、 これが本当昔から普通の、普通の手なんですけど、若干評価が下がりました。うん。こう当たりするべきだったというんですけど、当たりして伸びるべきだったって書いて、えっ、ー、と、出てましたね。AI にはね。これはちょっとすごいなぁ。まあ、こうやったらこういうふうに取れるわけですね。これ、あの、一応、ね、示しておきたいと思いますが、ぐるぐる回しというやつですね。こういうふうに打って。 で、こういうふうに打って、で、これ、視聴を、わかりますか <laughs> ね。あの、これで黒が取れるんですけど、こうやって、こういうふうに追いかけてね、こういうふうに追いかけて、こう、斜めのラインに、こう、ビューっと行きますよね。で、これが、うん、この黒がいるので取れるんですけど、なかったら、取れない。だか,らかかりが一つあることを生かして、これが打ってあることを生かして、この主張が有利になって、それを、まあ、使うということですね。 えっと、だからまあ、途中で白もやめる。ここで、ここらでまあやめて、こういう感じとかね。まあこう。これちょっと緩んでるからあれかな。まあこういう感じの効かし方をして、まあ打っていく。どういい勝負らしいんですけど。伸びた時にこちらへ打って、こう突き出させる図も出てましたね。こんな感じの図が出てましたけど、これも全く過去に見たことない。 私は40年以上以後を打ってますけど見たことがないですね、この進行は。日々新しい定石を見せつけられます。この突き切った形はね、昔からすごくあるんですけど、で実戦はその昔からの進行伸びてね、当たりして、駆け継ぎ。こういうふうに白はこう眼形を整えていくんですけど、 うーん、当たりをするというのは面白いとこだな、これね。当たりをして、こう打って。で、もし曲がってきたら、伸びるってね、うん、なんで気がつかな、いかというと、昔からここに押さえる手はね、あるんですよで。これがですね、うん、曲がって、つけるという、これも、これタヌキの腹包みという手筋なんですけど、こっち打つと、こういう風に取られる。で、これを助けると、 こっちで取られる。で、それを両方防ぐ有名な手筋なんですけど、で、こう打って、これが先手になって、こっちで手を伸ばして、こう抜かないと、まあ負けちゃうんですよね。で、こういう風に切って、これは白が少しいいそうですね。裁かれている。だから、この、 昔からの抑えはこの場合うまくいかないんで伸びなさいということらしいんですね。だから常識がむしろない方がいいんですよね。昔に古い知識がむしろ邪魔になってしまうという。えー、実践は、うん、まあ普通の手を黒は選んだんですね。うん。で、膨らんだ。これはですね、ここ,こ,こがまあ、先手で打てるんですけども、これよりも、これは残しといたまま、こちらのね、この辺のね、具合がこういうふうに、 上から活用できるかもしれないので、取ってあるわけですね。大きい手なんですけどね。ここは大きい手なんだけど、取ってある。残してある。で相手が打たなかったので、それを上げ足取ったということなんですけれども、ちょっと白にうまくやられていますね。まあ、白はね、こう挟んできたんで、何言ってんのよって感じで攻めかかっていくんですけど、その攻めをなんか逆用して、ひょろりひょろりと。この手とかもね、これも AI の推奨 している手なんですけど、なんというか、さらっと下をこうかわしていくような。まあ、これは渡られて論外ですよね。まあ、ここに繋いでも、こんな感じで、えー、下をスルッとね、渡られてしまうと、黒何やってるかわかんない。自分だけが浮き上がった感じになってしまうんで、こういうところにパッと目が行くところがこの人の、ね、厚生さんの強いところですね。おそらく。 そう、それでね、スミレちゃんもちょっとこれは、想定外で困ったって感じですかね。こう、打つ方がね、評価値的には良かったようですけども、しかしこれはね、あの、攻めがちょっと空振りなんかこう、ここ一生懸命手をかけてね、2, 2回打って、白の目を取っていったのに、これさらっといけられてしまうので、ちょっと気分が悪い感じはあるんですよ。空振り感があるんで、そこで、 うん、渡りを止めに行くんですけど、西がね、あの、ひどい。で、白は欲張っちゃう手が AI のすおすすめにはありました。うん、これで、こちらへ来ても、なんていうか、うん、なんか、どう打つんだかわかりませんけど、さばけますよ、と AI は言ってます。ただ、まあ、そこまでやるのは危険と見て、うん、硬い、うん、まず逃げる手を選んで、 で、黒を引っ張ることはでき、できて、一応形はね、崩れないで済んだんですが、上をね、中央こう、むしろ黒がこう、包囲されている感じが出てきますね。で、白ね、字を稼いでますよね。覗きはいい手みたいですね。ちょっとこれは白屈服させられましたね。これはなんで打たなかったかなこれは本来ね、こう打って、こう打って、これはこうになりますよね。で、こうなるんなら、無駄がない。 一回打っといても良さそうな気はしますが。うん。で、こうなって。覗きが効いたのは気持ちいい。うん。で、こうなって。で、間ーに煽って、黒は逃げたと。うん。これで、えー、っと、五楽師的には重目差がついているんですよ。<laughs> これ、スタートがね、多分二目ぐらい。中国七、えー、コみが七目半なので、二目白スタートぐらいから始まって、 うん、なんだろう、コミ分ぐらい白がうまくやったって感じかな。白をね、とても攻められる感じがないですよね。まあでも挟んでいく,いくんです。これをこういうふうに打って、こう,こういうふうに打つと、まあ、もっとね、うん、白は楽になってしまう。この右下の黒はね、手をかけてすでに固い位置なので、受けたくないということで、挟んでいきます。うんで、右上を盛り上げていくんですね。うん、このように盛り上げたときに、 まあ、さっとか、三々に入って、これは、昔からの定石というか、いきます。うん、字を取りました。え黒としてはね、スネちゃんとしてはこの白をいじめてポイントを取りたいと。もちろん、こういうふうに繋げば、一気にね、白は崩れていい感じになりますけど、これを、まあ、ここへ出られたところ黒の泣きどころで、 ここに渦まされたの痛い。これは痛いですよね。これで、うん、この一目を抜かれて、これ切っても、ちょんちょんちょんって、これまた G をどんどん損してしまうので、空振りですよね。ここかじりで答えられたのはまた黒としたショックなところでした。うん、ここに石がいっちゃいけないんですけどね。うん、ここに石が行ってはいけない。 まあここに打つ方がまだマシだと出ていますね。例えばこれはもし取ってきたら、まあ、切ったとしますね。あの顔を立てて。その時に、えな、ー、んだろう。こう抜いて、こうやって、こういう感じで、真、ま、っ、あ、白は生きるんですけど、ここで、ここに打っちゃったような感じですよね。うん。そこの一手いらないところに、無駄な一手を打ってしまった。で、こうなるっていうのは、 もう全くひどい話で、まあ、こう引っ張ってこれを助けることはね、できない感じはちょっとわかります。あの、これはね、切られて。ここ、こうですしね、命がけのこうだし、まあ、ここも鳥があるし、みたいな。こうやって取られたりとかしますから、うん、ここには打ちにくいのはわかるけれども、ぐずみは辛かったですね。うん、これは、 法律をかなり、うん、損なっている。えー、それで、うん、またね、どんどんパンチを繰り出していきます。収まったらね、やったことの損を認めることになるんで、ここの切りがあるうちに、お跳ね出しはでも、あの、後ろの連絡を確かにする手筋で、え切って繋いで、えー、こうと で、切るという形になれば完璧な連絡系ですから、これはあの、黒空振りとなります。で、こうやって、反対から切って出て、結構非常手段っぽいですよね。こちらへこう、はみ出されて、左側はちょっとボロつくんですけど、ここへ当たりっとやれば、右側整って、この切りは先手なんでっていうことですかね。 うーんこれならっていう、ここを目指した、この図を目指したということです。で白は、うん、ここ出たのは安全策ですね。うん、一応切りは防いでおいて、ここの断点を残すと。えー、ここはね、一応黒を止める、中央を止めることはできたんですけども、白はこれで生きているという判断をしています。で、また強く跳ねてね、これを切ったりすると、まあこう。 絞りを決めて、まあ、この辺戻るとか、あるいは一気に跳ねたりして、これは白が潰れてなります。はまりですねで。飛んで、うん、戻って、竹筆、で整えたと。えー、勢いよく黒がね、白を押してるんですけど、自分の石に隙が多くて、うん、結局こういうところに戻りました。うんで、上辺、進まれて、 あと、ここの切りがね、後であるんですよ。味があるんですよね。で、この白は、包み込んだものの、どうも、なかなか目を取るということは難しい。この手も軽やかですよね。なんか、上をね、こういう感じの手を考えそうですけども。うん、こう、石を伸ばして、右側のね、隙を狙っています。 これは、どういう意味かというと、こうやって膨らんで伸びると、これはこう繋がる必要がなくて、こちら打てますよね。ここがちょうど、うん、連絡しているので。で、こちらから打って受ければ、こういう風に2発帰化したことになるという、そういう意味なんですよ。桂馬に打ったっていうのはね。うん、あなた繋がりなさいよ。受けなさいよって言った時に、冗談じゃないわよと、白はね、返し技をします。 こう打てばこう押さえて、さっきよりも白の面の形がいいということですね。ただね、こっちで、うん、気配の進行ですね。黒としてもここへ出て、中央ひどいんじゃないの逆れ、うん、形じゃないのあんたの方が逆れがよ。<laughs> どっちが。だからいざなれば真ん中はね、もう上げるということですね。うん、隅を取れば。実際これでは、うん、これぐらいで、うん、白の うん、字が多くて十分な気がしますね。あの、元の形成がね、白がいいだけに。そこで、まあ、まず、黒はね、この白を少しでもちょっと嫌がらせしなければいけない。で、当たりしたんですよ。うん。でもしょうがない。ここに行かないと攻めにならない。今までやったことの顔が立たないので。で、白逃げました。覗き、これもね、うん。 許さんっていうことですよね。これを白を殺す。だか黒からもう一手打っても死なないってことですよ、これね。こう防がないといけない、殺すためには。うん。そうですね。で、コスミつけて中央一眼を,をと作りに行きます。一旦ね、左上にコウ立てを作りに行きます。すぐにやるとね、コウ立てがないということで。で、白はここで手を入れたと。左上を生きることはできた。 左を切ることができた。これもね、あの、つなぎですよ。普通はね、つなぎですけども、形勢悪いんで、うん、頑張っている。左を <laughs>、また追求しに行ったのは偉いことだったんだ。しかも、押さえたときに、こんだのが、致命傷というか大悪手で、これも、 だからね、体積を攻められる、忍ぶがもう大変ということですね。これはちょっと手堅く打ったつもりだったんだけど、一気に形成を、これで追いついたんですね。で、ここで、すみちゃんは、ぶつかりを決めてから、これね、こう立てで打てると思って、ちょっと、うん、惜しい意味もあるんですよ。もったいない、打ちたくない、決めたくないっていうね。うん、それからいじめに行けば、うん、ここでは結構いい勝負になってたんだ。これをね、打っといた方が良かったんだ。 攻めが、うん、ちょっと効かない攻めがここでは入ってたんですね。効かなそうだった攻めが。で、抜いたん、これを打たなかったんで、実戦は左上に戻した時もこれを打つべきだった。何が起きたんだここから目を、だからこれを両者ね、ここは打たなくていいと見てたんですけど、ここの黒に、 は、連絡してるから必要ないと見たんだけど、ここの付けがうるさかったんだ、この付けがね。この付けがうるさかった。ここでも跳ね出して、こうやってるぐらいだったけども、やっぱこれちょっと味がついているわけですよ。うん。利きが増えている。小立ても増えている。 で、こちらから受けちゃったんで、実践は。で、当たりに、うん、こう、形よく受けた、<laughs> うん、形よく受けたんだけど、うん、後でまた覗きが痛かったんだ。うん、うん難しいところですね。ぶつかっていた方が黒は厚かったんだ。で、取って、下がって、受けて、取り返して、ややこしいんですけど、覗きで頑張られた。 実践は、うん、こうを繋いだ。うん、ちょっとここには放り込めない。うん、ここは狙ってるけどいけないんですね。これいっても、うん、ここはなんか受けられて、どっちで受けるのかなこっちで受けるんですね。こっちで受けて取ったときに、まあ、ここをこう立てにされて良好の形ですからね。うん、これはダメなんだ。うん、これはだから間接的に受けになっている。 で、左上を繋いで、出て、押さえて、この鳥を利かしてから、切って、上辺丸のみ作戦に出ましたが、このルートはどうもうまくいかないんですね。これが残念ながらうまくいかない。ここへ跳ねないといけない形ですけどね。上だけ見たら。で、ここが持たないんだ。ここへ切られて、えー、これをこっちから打ったらもちろんこれ取られて何やってるかわからないし、 ここへ切って逃げて、こっち打てば、まあ、ここが取られるわけですね。こっちか、こっちか好きな方を取れる。つなげないですからね。うん、ということで、ここが持たないんで、押さえに対してこちらへ受けなければいけなかった。そんで下がられて、で隅の手を伸ばしますが、えー、攻め合い、なんかこうになりそうですけど、黒があんまり攻め合い勝ってないわけです。 で白はね、えー、こっちの方がいい、結構、こっちの方が結構いいって出てますね。これをここを譲って、こういう風に打って、白がはっきり形成が良かったそうですけど、えー、つ攻め合いを勝ちに打ちました。うん。ここで、黒はこちらの方が良かった。気持ち的にはね、少しでもこう相手を詰める方に行きたいですけど、切り返しがまた痺れちゃったんですね、打つ手が。こう、当たりは下から、 これはね、まあ、こうやられて、白がまた、うん、伸びちゃうわけですよね。こういうこともよくある。うん。で、実戦は、下がって頑張った。あたりに、これを逃げると、ここが破けてしまいますからね。で、まあ、一本道ですけども、またこうになったんです。やっけに、こうの多い子ですけど。で、ここへ切ってこられて、うん、取って、白がここをちょっと真っ赤に。 レッドになってるな。まあね。この方が黒は得だったっていう AI を示してるけど、これ取られたらやっぱりね、実践的には形勢も悪いし、あの白は、あの黒としてはやる気がしないと思いますね。うん、ただこれは、うん、無理なんですね。うん、で、えー、取って、結局これ、 うん。こうなんですけど、ここへ切ってね、この黒と、まあ、この白の攻め合いみたいな、こう月きの攻め合いみたいになるんですけど、取って、ここにこう立てがいっぱいある。えー、ここへ譲った方がまだマシだと言ってますけど、それもダメです。はい、それで当たり。あ、んでここの、えー、黒の最後の勝負手として、ここに放り込んでね、この体積を殺す方とこちらの方を、まあ、両、 両好にするわけですね。うん。で、白は上辺を解消。ここの項は解消できたものの中央にもう一つ項があって、これこ、こう負けると黒がここを取られてしまいますから、で、を打って、うん、まあ、このあたりでは、対局者はね、もう結構わかっているでしょうね。うん、しょうがない、しょうがないでやっています。ここ取って、こを取ったときに、決め手は、あ、 渡りますよの交ウ立てがまた憎いですね。憎い。で、これがですね、うん。受けるともう交ウ立てないから、解消。で、えー、渡って、またここがこうなんです。最後にもう一回こうになります。あ、そこで、そこで、こう打って、こう打つ、こうは、あの、白勝てないんだけども、 えー、さようならですね。ここでさようなら。で、これで、じゃあ、打てば、ここ取れるんだ。これ全部取れるんですね。うん、これ結構大きいし、気持ちもいいけれども、あの、左上が全部死んでるんですね。これ全部死んでいて、そして、えー、左辺が全部白地になると。例えばもう一手、どこ、どこですかね。うん、どっか、うん、どっかで味よく打って全部地になると、これは全く、えー、勝負にならないということ。あ、ここも、 取れてるんです。この、ここを右上も、この4つも取れてる。全部取れているんですね。ここもこう、うん、逃げられるので、うん、あまりにも、うん、白の利益が大きすぎたということで、うん、まあ、白の中押しがちとなりました。まあ、とことんやったということですね。気が済むまでとことんやったと。うん、スミレちゃんらしい。負ける時も、まあね、スミレちゃんらしいという気はします。ということで、今日、今回は <laughs>、 中国女子リーグ、中村すみれさんの対局、えー、残念だったんですけども、えー、一緒に見ていきました、えー。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。以きしの三村智康でした。ご視聴ありがとうございました。